やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で聖領を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔をするな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。サビータじゃないよな。なんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんじゃ。てアイゼンもかい。路線と後が怖い。確かに、すまんアイゼン。ビン水だと。なんかすごい、なんか津田健だよな、こいつな。津田健次郎で、なんかその緑髪で、緑髪じゃねえや、その銀髪っぽい感じで緑色の服着て、完璧にあれだね、彼だよね。ザビザザビザビザビなんて言うんだろうね、わかんないけど。てか、まあ、まあ時間経ってるとその伝説がまたこのポジションになんだろうね。でね、これあのなんだ、マギルーの出すトラップ見間違える。よいしょ、 SG が欲しいよ。SG が欲しいよ。SG が欲しいよ。あ、面白いなあんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった、喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすりゃいいんだい。では精霊のおれきれき結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてねえ。それ以上はやめとこうぜアイゼン、命のやり取りになっちまう。何者だお前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね、割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね、本当に。まあ、ザビーだっつったな。完璧ザビーだっつったなあいつな。お、装備中の強化数合計が5以上のキャラに最大 BG1 が追加。やけどに関するランダムスキルが発生するようになるものも手に入れたというわけで、ごめんアイゼン。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。冗談だ。どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい、だが最後は自分で決めろ。
その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。風のザビーだってことはあれはねえ、全員気絶してるだけみたいね。喧嘩やザビーだか。この話の中では出てきてないけど、ザビーだ完璧天族だもんな。ってことは精霊と天族はやっぱり違うのかな。でもザビータがあのまんまの格好ってことはさ、あれかい、天族の村的な場所があるんだろうな、もしかしたら。さあ帰ってきた。ドン。お、エクスフィア深海、これ活かせるなら、あ、レベル3でいけるんだね。海賊ならたもんなき海賊、なんやがや、もうちょっとね、このスペシャルもちょっと取ってきてほしいけど、一回これ言ってもらおう。探索船、バツビオ。エクスピア深海、いってらっしゃい。で、ここ下ったら戻ってくるのが面倒だからの、もう下らない。ライフボトルもゲットしておく。ここは、そんぐらいか。おっと、ネコスピア確実に回収したら目的のポジションスポットへ行くぞ。行きたい方角いっぱいあるな。宝箱の中にはアップルグミいらない。敵さんがいっぱいいる。警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を。同志様なら王都にだって作れるだろうに。ここってお前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ、ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですが、ローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした。捕食されてしまいました。左手で精霊を食らうゴーマに。ベルベット、ご存知なのですか。昔の教え子、オスカー・テレサに続いてお前まで退けた。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つのか。申し訳ありません。模範生のお前もベルベットに当てられたようだな。一つだけお教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか。あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですが、あれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。エレノ、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う。
それは餌を捕らえるためでしょうか。下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。この絵にしには決着をつけねばなるまい。さあ、神聖殿聖主の御座というわけで、新しいエリアと思った。危ねえ、喧嘩屋ザビーだ。さっきの喧嘩屋は潜り込んでおらんようじゃな。あいつの気配はバーッと遠くへ去っていったでふ。風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん、やつに聞け。ザビーダの武器ペンデュラムだったね。そういえばアイゼンは初めて会った時もペンデュラムのことを言っていたな。あれを頼りにアイフリードを探していたのね。そんな曖昧な手がかりでよくやるわ。ザビーダがアイフリードの失踪に関わってるのかな。バーッと、ザビーダからはちっとも殺気を感じなかったでふけど。わからんが、多分また会うじゃろうて。清涼にも因縁があるみたいじゃったしの。僕、あの人嫌じゃないけど。おう、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。今すごい殺気を感じたでぐ。ザビーダのことに関してはゼスティリアの方が詳しいんじゃないかな。これ何、これ何。何、ああ、なんか鍵刺した。今の精霊術を使った仕掛けのようだ。おそらくここの警備に関わるものだろう。そう考えるのが自然ね。他にも仕掛けがないか辺りを探してみよう。うん、さあ敵さんがいっぱいいるな。濃いめの敵さんがいっぱいいるな。ちょっと戦うか。原初の、原初のなんだ、螺旋、螺旋族、衝撃客、呪い、好きにさせん。いつ見ても奇抜な格好じゃの。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。お、状態上やけど危険。はしご届かないな、あれね。アンチャーテッドだ。サリーあたりがねえ足場になってくれるけど、ここじゃそういうわけにもいかないか。でもあのはしご届きそうだな。このはしごからなんか上行ってふぅーみたいな真似できるのか、もしかして。とりあえずこの辺一帯をガー探してみようか。なんとなく繋がってるといいな。あんまり迷子にならないような構造だと助かる。 3D だから特にね。 3D マップだから迷子になる確率が異常に高いからね。さあ、この中身は何ですか。バーニングチャーム、これドーンって。ああ、いけるね、いいね。油断してない。これあれか、これがあの1階にあったのと同じような、また仕掛け系の。これを起動させればどっか行けるようになるか。はい、どうぞ。おお、なんかいっぱいあるな。いっぱいあるうちのいくつ消える、いくつ消える、あ、4つ消える。ってことはもう1個同じようなものがあるわけか。多分反対側だな。
反対側に同じようなのがあると判断しましてからに、ちょっと無駄に広い気もするけど反対場所行ってみよう。ここつまりはピョーンだ。ヒューイエス。猫スピがこんなに綺麗に律儀に9個もあるだなんて。ジルクライザー、ジルクライザー、ホーガイザー、今だしまくる、今じゃ伸びろ伸びろ、攻欲転職、やるぞ、セイドの表現客、やられるわけにはいかない。お、キュートパンプス、新しい靴ありがたい。166個にもなったわけです。合計が一番奥に行けばはしごがあると思ったのに、一番奥が仕掛けのはしごだなんて、そんな嘘な、バカだな。はしごあった、一番手前じゃないか、ちくしょう、やられたぜ。汚ねえて使いやがって。いや汚くはないか別に。ほいであれかな、今度は奥側に行ってって感じか。うん、宝箱。道中何もいねえ。何この無駄な徒歩。そして中身はバーニングチャーム。いいね。片付いたみたいね。行くわよ。さっき見えちゃったんだ、ここに宝箱があるの。ファナシーヤボトルはありがたいな。全然持ってないからな、ファナシーヤボトル。ん、おった、これでこれを起動すればあそこのバリアが取れるのかな。まあ取れてくれないと困るけれども、はい、さあパーン、鎖が取れた。こんだけね、立派な。どうアイゼン。うん、今ので何かが変化したようだ。取り返しがつかんものでないといいがの、せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ、私は神の神殿を荒らしに来てるんだから。ほほう、感心感心。自分が何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。まあそりゃまあね、神様が居座る、デーンって居座るような場所をね、ボーカーンってぶち壊しに来てるんだから。でもこんだけ立派なもんでね、仮に壊されない、まあこれ建物そのものは多分残るだろうから、まあ数年数百年経っても残るんだろうな。でそれがね、後の世界に影響を与え、やばい、お疲れた。油断するでないぞ。支援連客、ビカルが来る。草原系の方、やれやれ。お、4の方、疾風、疾風、疾風だったら聖剣好きになってたな。さあ、なんかもうめちゃめちゃ広い、めちゃめちゃ広い、無駄かってぐらい広いな。でもその代わりこのね、栄光の猫スピロード、栄光の猫スピロードを登っていく。そしてその先に宝箱がある。お、金宝箱だ、いいものが入ってそう。クラスターリッパー、新しい武器かな。いいね、新しい剣、新しい剣手に入れましたよ。久々の、久々の高。栄光の猫スピロード、栄光の猫スピロード回収してから行こう。なんかデモンズソウルの最後の階段ってこんな感じじゃなかった？もっとちっちゃいから、あっちは全然関係ないゲームだったな。ベルベット、アルトリウスはどんな技を使うんだ？左手一本で振るう超刀よ。それにシアリーズっていう火を操る精霊けど、そいつはもう殺した。そいつの代わりにカノヌシを名乗る精霊を使役しているのか。おそらく。けどそいつがシアリーズ以上の連携を取れるとは思えない。
ずいぶん希望的な観測じゃな。シアリーズ以上ならあんたたちの出番。一体読んで刺激精霊を抑え込んで、その隙をついて私が食い剥がす。そうすればアルトリウスはただの人間よ。だがどうやってアルトリウスの前に入る？ライフィセットの術を使う。私は切られようが焼かれようが構わずアルトリウスに突っ込む。あんたは私が動けるように回復し続けなさい。攻撃を受けるのを前提にした特攻か。確かに今日つけるかもしれないな。即死しなければの。でもそれじゃベルベットが。これは命令よ。はい。結局物扱い、むごいもんじゃな。憎みの炎。マギルー姉さん、あのベルベットとユーゴーマ、本気でどうしアルトリウス様を殺す気なんでふか。一体何を考えてるんでふ。さての、案外何にも考えておらぬのではないか。違うよ、殺したって言ってた。演説の時だな。俺も聞いた、アルトリウスは仇だと。それにしたってすっごい憎しみでふよ。アルトリウス様とはどんな関係なんでふか。様はいらんぞ。わっと、その時が来ればわかるだろう。生きてアルトリウスに牙を突き立てられればな。その通り。すべて引き尽くす憎悪の炎が一体誰を焼くかもの。危ない橋だが、付き合うのも恩返しだ。行こうぜ、ライフセット。ここに、あいつが。これは一個物語の節目となりそうな予感がしますよ。この両サイドになんかないかなってチラって見たりしてるけど、案外何もないね。それじゃあセーブは大事というわけで。よし、行くぞ。なんか本当に節目の香りがするね。いるね。アルトリウス！ゴーマに精霊、ずいぶん風変わりな仲間を集めたな。シアリーズもいるわよ、私の胃袋の中に。母鳥となることを望んだか。今度は前のようにはいかない。あの子のライフセットの仇を討つ。いいだろう、かかってこい。ものすごい気だ。衝撃客レベル66って強いな。5万4000ってめちゃめちゃ強くないかそれ。はい、でも使ってくる技が分かるってなかなか。俺が同志の元気か。こりゃ死ぬかもな。誰が精霊はいない。ダメージ入ってないぞこれ。行こうよ。よいしょ、回収。マジで通んない。捕らえられない。どうしたらいいかな。でもちょい入ってんな。本当にちょいちょい。なんだろうな、このライフセットの術だけ通ってんだ。捕らえられない。好きにさせん。
効果的に決まる襲撃ヒット。この距離なら外しません。ゼロの方ハグ。あはー、微妙に、本当に微妙に入ったな今な。用意でそんだけか。何、あー